い、どうもちゃー、セリオシグです。本日の動画はですね、なんと GBS さんとシャッフル即席固定してきた時の動画になります。いや、即席相手だからこんな通信遅れてきたらびっくりしますからね、俺。はい、で、この日、シャッフル予選中で、で、GBS さんがね、ちょうどシャッフルの予選間で潜ってたんですよ。で、俺自身はシャッフル予選特に登録してなかったんですけど、普通にシャッフルやるのはめちゃめちゃ好きなんで、まあ暇だったからシャッフル潜ってたら、なんとマッチングして、で、その試合勝ってね、まあさすがに GBS さんも、シャッフルの予選中だから引き受けてくんねえかなーとか思ってポチって押したら、引き受けてくれたんですよね。で、しかもね、GBS さんなんとね、シャッフルの即席、今回俺が初めてだったみたいで、いやー、GBS さんのね、シャッフル即席童貞俺がいただいちゃいましたよ。はい、ということで今回ね、GBS さんとの即席で GBS さんの視点になります。お楽しみください。ちなみにね、今回の動画の見どころとしましては、まあ、まずね、GBS さんの完璧な抵抗の立ち回り、これが一番なんですけど、二つ目がね、俺から送られてくるごめんなさいの通信の数をね、数えると面白いと思います。じゃあ見ていきましょう。対戦相手がジャスティスとオベロンの編成ですね。さあ、俺も不器用ながら頑張って全員張りつつ、GBS はね、まだ体力ノーダメでしっかりダメージも取っていくと。あのね、前作も確かね、GBS さんの視点あげたと思うんだけど、この人ね、本当にね、ダメージを食らわずにダメージを取るってのがマジでうまいんすよね。いやもう本当ね、組んでて安心感やばかったっすね。逆に俺が、やばい、やらかしたやばい、本当にやばい、本当にやばいからマジで頑張っておるみたいな感じで、超頑張ってましたね。さあ、ここはしっかり相方が殴られていったが、GBS さんが見ていた。いや、こうやってね、しっかり緑ロックから赤ロックギリギリを保つつ相方のカバーに入れるっていうのがマジですごいんだよな。さあ、相方が、覚醒やらかしてごめんなさいの通信が飛んできていますが、GBS さんまだ冷静にノーダメですね。さあ、ここはまだ相方が落ちてないんで焦る場面ではないか。一度強化を回しつつ、さあ、オベロンが落ちてコソボのオベロン狙っていきたい状況ですね。さあ、コソボのオベロンが近くに降ってきたんで、ここはダブルロックしながらゲロビで圧をかけつつ、さあ、相方がここで取ってくれてるんで、こちらが一度一人になってしまったが、まだノーダメなんです。あのね、俺が落ちるまでノーダメの比率がやばかった。まず一生ノーダメ。で、一生ノーダメで一生こうやってダメージ取るんですよ。あの、GBS さんのすごいところって、ただ体力残すだけじゃなくてね、こうやって俺がやばくなった時に前出る性能っていうのがやばいんですよ、この人。俺がやべえやべえって一緒ミドロックで持ってたら勝手にゲーム終わらせてくれるんで、マジですごいですね。さあ、といった感じで、ここは相方がノーダメですが、これ多分ね、GBS さん絶対無視されるんで、ここはダメージ食らってね、C 覚醒貯めていきましょう。さあ、ゲロビを置きつつ、しっかりダメージを取りながら、オーベロンを追い詰めていく感じですかね。さあ、しっかりここはオベロンを動かして覚醒を吐かせるまでの流れが完璧すぎる。さあ、相方がぶん殴られてごめんなさい通信を送っていますが、なんかそんだけ謝ってると平謝りみたいに聞こえんな、これな。さあ、GBS さん覚醒が溜まってる状況、ラストはしっかりゲロビ当てて試合終了っすね。もう何から何まで全部やってもらいました。はい、といった感じの試合目でした。いや、あのね、違う、俺ね、別にギス乗れないわけじゃないんだけど、この人の隣だとね、もう謝ることしかできないんですよ。本当にすいませんね、マジで。じゃあ2試合目いきましょう。匠はやばすぎだろ、これ。はい、ということで2試合目見ていきましょう。即席相方から送られてくるスタンプが頼もすぎるけん。対戦相手がリゼとカバカーリーの編成ですね。さあ、俺のギスもね、めちゃめちゃ緊張しつつも頑張って動かしてたんで、もう本当に必死でしたよ、マジで。GBS さんの処理を、下げちゃいけない、下げちゃいけないっつって。もう自己暗示しながらやってました。さあ、そんな焦ってる俺とは裏腹に、ゆったりゆったりとゲーム進めて強化回してますね。すごいっすね、温度差がね。さあ、とりあえず強化回して、ここは割と圧かけていく感じですかね。しっかり CS を当てていきつつ、ここは結構ね、GBS さん俺にロックを合わせてくれるんですよね。その俺が見てる方に合わせて、結構弾を送ってくれたりするんで、俺が動かしたところを取ってくれることが多かったですね。さあ、っていう感じで、ここはしっかり固めたところ俺のが取ってるんで、割と 2on2 できているのか。さあ、一度オバヒの場面はしっかりかわしていったが、ここはリジェの弾をもらってしまったから全然安いですね。さあ、一度リゼに張り付かれて、ここはスレスレ変形格闘を避けつつ、相手の着地に冷静に弾を当てていくと。ジミさんね、マジ焦んねんだよな。俺はごめんなさい送ってますけど。さあ、といったんで再びゆったりゆったりと強化を回していきながら、本当にこの人は焦らないですね。さあ、俺のギスがめちゃめちゃ前に出てるんで、ここはカバー気味にしっかり N 特殊を置いて取ってあげつつ、体力残してダメージを取る。本当にその手こそっすね。さあ、ここは俺が動かしたところ、ゲロビで圧かけつつ、食らいそうになったらしっかり下がると。あのね、リスク管理がちゃんとしてるんよな、マジで。さあ、ここは俺がなんかまたごめんなさい送ってるんで、多分やらかしたんですよね。あ、これ絶対ごめんなさい来ますね。あ、隠す、あー、来ましたね。来ましたね。ごめんなさい送りすぎて、通信送る回数の制限入ってますね、俺。
さあ、という感じで通信制限入ってる相方はもうほっといて、こちらはゆったりゆったりとまた強化を回してますね。542で3回目の強化を回しております。いや、マジでこう見ると冷静だな、本当に。さあ、一度再び俺が見てる方にロックを合わせてくれて、ここはカバ気味入りつつ、こっちが食らいそうだったんでしっかり下がっていくと。相方ごめんなさい、送りすぎじゃないですか。さあ、リゼの覚醒をしっかりさばきつつ、カバカーリーの方は食らってしまったが、マレセレ俺が見とくべきですね。見とくべきでしたね。さあ、といったんで、ここで373で余裕で覚醒吐いていきながら、ここはちょっと明るく保存の弾をもらってしまったか。さあ、だが体力残して覚醒吐いてたんで、全然2回目溜まりますね、これ。さあ、俺のが必死こいて覚醒吐いてるんですけど、特に何も起きてないですね。はい。さあ、しかも覚醒さばかれている。多分ごめんなさい送ってくるのかな、これ。ごめんなさい送る暇もなさそうですね、レオシクさん。さあ、そんな焦ってる俺とは裏腹に、ここは冷静に動かしていったが、カバカリーに踏まれてしまった。さあ、カバカリーの S 覚醒を吐かせて、ラストはそのまま押し切って試合終了ですね。あそこ俺なら絶対一回後ろ完成ジャンプしたけど、ちゃんとあそこ取りに行きましたね。はい、といった感じの2試合目でした。いや、本当にごめんなさいね。もうごめんなさいしか送れないんですよ。すいませんね、本当にね。はい、といったんで、じゃあ3試合目見ていきましょう。俺ね、普段から割とごめんなさい通信で対応するんですけど、この日ほどごめんなさい送った日なかったっすね。はい、じゃあ3試合見ていきましょう。対戦手がカバカーリーとベルティゴの編成ですね。さあ、お互い中距離ずっと多分繰り返す感じになると思うんですけど、そうなるとね、このマニーが回転するのがなかなか怖いんで、そこに気をつけながらオーベロンの強化を回していくっていう流れになるんですかね。さあ、そんな感じでゆっくりやっていきたいって言った矢先にレオシグさん耐久351になってるんですけど、大丈夫ですかね、あれ。さあ、ジビーさんはしっかり冷静にプレーをしていきながら、ここは相手の着地にしっかりエネトクサを差し込んでいくと。さあ、そのままベルティゴの方に圧をかけつつ、で今のこれ分かったかな、一回このねゲロビを当てに行って、ちょっとでもやばいなって思ったらしっかり後ろ完成ジャンプで距離取ってるんですよね。こういうねリスク管理ができてるから、ダメージを取りつつ耐久を残すっていうね高等技術ができるわけですよ。まあこういうね、あの位置取りというかヒットアンダーウェイというか、ちゃんと攻めるときは攻めて引くときは引くっていうのをね、しっかり皆さん真似してみてください。こういうね、あの立ち回りは真似できると思うんで。さあ、といったんで、お互い中距離を続けていきながら、結構やっぱマニーが回転しつつ、あとはベルティゴのね、あのラインファネラーとか飛んでくるの怖いんで、そこだけ警戒しながら、ここはしっかり見られてない位置でゲロビを当てていくと。さあ、完璧ですね。耐久もまだ30しか減ってない。さあ、一度相方が食らってごめんなさいと、なんか、あれだね、惨めだね、俺。被弾するたびにごめんなさい送ってる気がする。サイジロー耐久減ってしまったが、相方がそれ以上に減ってるんで全然問題ない。てか、あれ、レオシグさん覚醒吐けるかな、あれ。いや、あの耐久ちょっと覚醒落ちそうで怖えな、あれな。大丈夫かな。さあ、といったんで、GBH さんも俺の背中を心配そうに眺めていますが、死にましたね、普通にね。まあまあ、覚醒落ちるよりはマシでしょう。さあ、といったんで、ごめんなさい通信をいただきながら、ここはしっかりね、相方が落ちる場面でラインを下げていくと。いや、被弾する場所でしっかり下がってんの偉いよな、本当に。さあ、これマニーが一度飛んできて、これはちょっと避けづらい位置ではあるが、しっかり避けていきつつ、さあ避けながらしっかりカバカーリーの方にこうやって圧をかけているんですよね。さあ、これのおかげで結構俺側が本当にやりやすいんですけど、覚醒やらかしてない、大丈夫、あれ大丈夫ですね。さあ、しっかりここはね、ベルティコが一人になったところはこうやってね近距離で取りに行くと、こういうのが本当にね上手なんだよな、こういう位置調整というか。さあ、そしてこれ一応覚醒技で強化に入っていって、まあこれはまた再び相方の援護っていう流れになるんですかね。さあ、カバカリーのマニーも再び回転して、これはちょっとまた怖い位置でスレスレなところでしっかり反応してる。反射神経もいいとか、あなたも本当にエッチだな。さあ、エッチな位置取りを見せてくれて、俺側もしっかりここはね焦らずに被弾しないようにやっています。さあ、かなりゆっくりゲームが進んでいますね。相手側もベルティゴもまだ落ちていないし、カバカリーもまだ減ってないんで、本当にこれ互角の戦いですね。さあ、盾が溜めているところはしっかり俺の方が取ってくれてるが、結構痛い被弾もらっちゃってますね。さあ、ジビーさんのカットもあってちょっと安く済んだが、さあジビーさんは再びこれ強化が回っていく。さあ、俺がねもう本当に減っちゃってやばい状況なんで、ここは前衛をね頑張っていただきたい。さあ、CS だったりいろいろ弾で動かしながら、さあ ゆらゆらしてるベルティゴはしっかり取っていきつつ、壁際のカバカリにゲロビ、これはうまくかわされてしまった。さあ、ここでカバカリーの覚醒を吐いて、これは GBS さんにぶつかると若干やばいか。これは少し俺側が受け止めてあげたいなぁなと思ったんですけど、多分相手がね、あ、これレオシグに落ちるのが早いやって感じで、ここはもう完全俺が狙われてますね。さあ、それを察した GBS さんがちょっと前に出てくれている。さあ、しっかり盾も挟みつつ、2回目の覚醒も余裕持って溜まりそうですね。さあ、これ、俺がちょっと早めに覚醒を吐いて、これは GBS さんのちょっと、あの、あれかな、メッサーラグラッシンが当たってしまったか、まあ、全然よしでしょう。
さあこれ一度被弾して、これは GBS さんが落ちて半覚醒入ってエンドってのが一番良さそうだけど、ちょっとねこれあれですね、あの残り13秒しかないからコスト的にスコア負けそうですね。相手3000、2000なんで。さあという感じで GBS さん、さすがにここは焦って一度突撃していって、これはベルティゴ狙って、さあ横を差し込んでからしっかりやるとダブルロックで試合終了っすね。いやー最後ね、 GBS さんがこうやってね前出てくれなかったら絶対スコア負けしましたね。てか俺はどこで何をやってたんだっていう話なんですけど、はい、って誕生3試合目でした。じゃあ本日ラスト見ていきましょう。本当ごめんなさいね、いろいろねご迷惑おかけしてね。はい、いや、レオシがこれ緊張しすぎじゃないって思うかもしんないんじゃ。いや、マジで緊張するんだって、ほんとに。もうやばかったよ、マジ。一生ドキドキしながらやってました。じゃあ、本日ラスト見ていきましょう。対戦相手がシャーザクと運命の編成ですね。なんでか知んないんですけど、シャーザクの9倍と運命の残像がどっちも俺の方に飛んできてるんですよね。普通ならね、次元強化が溜まってない生地のオベランの方に飛んでくるはずなんですけど、なんでですかね、不思議ですね。さあ、といった感じで、ここは一回強化が回ったんでね、一回圧をかけていきましょう。さあ、運命とお見合いの展開、N 特殊だったり、いろいろ圧をかけつつ、ここは N 部目はしっかり縦で反応しながら、ここはプレッシャー、今のあれかな、多分ブーストキャンセルしちゃったのかな、っていう感じで一度食らってしまうと。さあ、一度強化が終わって、相方は無難に食らってんのかな、あれ、どうなんだろう。まあ、耐久ちょっと残ってんで、予想しましょう。さあ、しっかりここは N アシストで相方のカバーをしつつ、ダウンを取ってはもう片方を見てくれると。本当に HBS さん、視野が広いんだよな、マジで。さあ一度中距離の展開、残像を使ってる運命は、これは取れそうかな。しっかりここはね、残像を使った運命はオバヒャガキができないんで、そこに、メインからアシストをつないで強化に入っていくと。流れがね、本当に教科書なんだ、マジでこの人のプレイ。さあそして見られてないとか N 特殊で圧をかけつつ、 CS で運命を追っ払っていきながら相方を守ってくれる。なんで3000側は守られているんでしょうか。さあレオシグさん、なんか知んないけど果敢に攻めてますね。いやなんかね、こう3000だから仕事しなきゃみたいなあるんですよこれ。さあ一度運命に残像で寄られて、ここはすげえうまくさばいてますね。さあだが一度捉えてしまったが、さすがにここ相方のカバー入ってる。さあ一度ここは距離を取りつつ、さあ一度運命を落とすことができた。シャーズがおそらく2回目だから、その9倍をまた待ってる状況ですかね。さあ9倍がこれはどっちに飛んでくるのかな。9倍がこれは相方の方に飛んで、ここは N 特殊だったり動か、あれかレバ特殊で、動かすとここで活性が入っていくと。実況がすっごい忙しい。さあ建物を飛び越えてきた運命にはゲロビで制裁しつつ、ここは覚醒技で強化延長ですね。さあ相方のことを守ってあげながら、9倍がこれはまた相方に飛んでますね。レオシグさん人気ブースか。さあこれどっちの覚醒も、ジベさんの方にぶつかっていますが、ここはうまく着地を通して安く済ませている。よく今のね着地通したね、あれね。俺な絶対そのまま対空しちゃうわ。さあっていう感じで、ここはしっかり相手の着地ね、メイン、そしてレバー特殊と繋いでダウンを取りつつ、さあ9倍が一生俺の方に飛んでいますね。もう本当になんかね、もう悲しくなるよこんだけ狙われると。もうそんな雑魚認定しないでくださいよ。さあっていう感じで、ここは一回後ろ特殊で離脱しつつ、さあ射速を落としていって、運命を2人で見る状況ですね。さあこういう場面ではしっかり強気の N 特殊のタクを取っていくんですけど、あー相方がすごい。ごめんなさいね、ほんとね、ジベスさんね。もうこの通信はね、ほんとに俺の気持ちなんですよ、マジで。さあっていう感じで、運命が上にいるんで、ここはしっかり下に潜りながら、残りタイムは60秒かな。で、ここね、これわざと落ちてくれたんですよね。俺の体、覚醒がね、ギリギリ溜まりそうだったんで、ここは落ちて C 覚醒でギリギリ溜まるかなっていう算段ですかね。こういう判断ができるのも本当にね、超上級者って感じがしますね、ほんと。さあ、俺一度覚醒技で強化入っていって、俺が覚醒入って、覚醒ないし、覚醒のシャーズクをどうにか落としていきたい。さあ、これ、終わったかなって思ったらね、もう本当に、ね、もう本当にごめんなさい、ジベさん、マジで。いや、違うんですよ、これ多分ね、あれ、前角で勝ってたんですよ、多分僕。なんかね、いや、これなんか落ちなかったらマジでやばいなと思って、隠さずやっちゃったんですよね。もう本当にごめんなさい、マジで。もう許してください。はい、って感じで、じゃあエンディングいきましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。 GBA さんとの即席動画、もうひたすらバチボコに俺がやらかしてましたね。いや、違うんですよ。本当にね、マジで緊張してたんですよね。いや、あれじゃん、みんな、多分視聴者の中にもさ、初めてこう、季節戦とか出た人ってさ、絶対緊張して動けないと思うんで、それと同じような感覚なんですよ。もう、本当に緊張してたんですよ。多分あれ、PDF より緊張しましたよ、俺、本当に。はい、って感じでご視聴ありがとうございました。いや、もうね、本当にごめんなさいね、GBA さんね。今度天外やる機会やったら、一生暁乗らせていただきます。はい、ということで次回の動画もお楽しみに。バイバイ。